玄関の前にこう大きな屋根があってですよ。で、車をこうこちらに止められて玄関に入るような感じの動線になります。車止められて玄関入って、玄関ホールから左にシューズクロークがあってですよ、まあここに靴を入れられて収納するような感じです。ホール入って玄関アプローチに使ってるこう上海レンガと真鍮の照明があるような感じです。でホールからリビング入ったら、左側に小上がりの和室がありまして、LDK に薪ストーブがあって、ダイニングキッチンがあるような感じですね。佐賀県産材のこう大黒柱が1階から2階まで、まあ、180センチ角ですかねの柱があって、こう梁がきれいに組まれているような感じです。で1階寝室プランで、 LDK から、まあ、こちらが寝室になってて、寝室にウォークインクローゼットが2つあるような感じですね。こちらが水回りになります。キッチンがあって洗面ですね。洗面もこう鏡とか作り込んで、こっちが引き出しとか全部製作しているような感じです。でキッチンの後ろの食器棚もこういうふうにお客さんのオーダーで全部作っているような感じです。キッチンの横にこうランドリースペースがあって、ここに洗濯物を干したりして収納できるような感じに作ってます。でリビングから上のところが子供部屋になってて、2階に子供部屋2つあるような感じですよ。この手すりとかも全部作ってます。廊下からこう下のリビングがこう見渡せて、南側の景色もめちゃくちゃなんか綺麗な感じで、で子供室がこうあって、まあ、7畳ですからね、7畳の子供室があって、1畳のクローゼット、クローゼットの中もこう全て板張りで湿気とかも吸ってくれると思います。こっちもまた同様の子供室になります。でこっちがフリースペースになってて、もうフリースペースからもこうLDK がつながるような感じで、目の前の窓が上の窓を開けとけばこう南北に風を通せるような設計にこうなってますんで、なんか外出時とか夜とか季節のいい時はここを風を通したらこう風がずっと抜けるような感じになってますんで、フリースペースなんで書斎とかいろいろ何に使われてもいいんですけど、奥にこうまた小屋裏収納があって、ここになんか普段あんまり使わないもの、扇風機とかファンヒーターとか季節物を収納されたらいいのかなと思います。ここは何かって言ったらですね、そちらがソファーになってて、ここにテレビを置くようにしてますもんね、壁付けて。で下に DVD レコーダー等を収納して、隣は小型犬がいるんで、ここはワンチャンスペースみたいな感じでゲージをしようかなと思ってます。まあ、そのアーチに合わせてこの辺もアーチを作ったりとかしてるような感じです。でこのカウンターもこのダイニングテーブルも作り付けで一緒の素材のホワイトアッシュで作ってて、中もこう収納できるように、なんか A4 サイズの本とかをこう収納できるようなスペースで作ってます。まあ、内装とこうマッチしたようなデザインになったのかなと思います。木の温かみがあるなんかナチュラルなデザインに仕上がったのかなと思います。薪ストーブを中心としたこう設計で、みんながこのリビングに集まってくるのかなと思います。まあ、そっちにもソファーあるんですけど、ここの小上がりで
もうみんなとくつろぎながら家族団らんの場になるのかなと思います。小上がりの下もこう収納になってて、あの物を直せるような感じになってます。まあ、ここになんかあの薪ストーブの備品等をなんか収納できたらなと思います。なんかお子さんのおもちゃでもいいと思います。あのデザインでその例えば壁の色とかあのタイルを貼ったりとかそういうふうなことをしすぎるのじゃなくてですよ、まあ、建築本来のこの梁を見せるとか柱を見せるとかそういうふうな本来ある建築の程よいデザインがいいのかなと思います。このお家は、まあ、このお家はというか古川建築がですね、そんな感じで作りですね。